マキンの戦いとは、第二次世界大戦中の1943年11月20日から1943年11月23日にかけて、ギルバート諸島、ブタリタリ干渉で行われた日本軍守備隊とアメリカ軍との戦闘。アメリカ軍は、ガルバニック作戦の一環として攻略した。当時、ブタリタリは、マキン干渉と呼ばれることが多かったために一般に、 マキンの戦いとして知られるが、現在のマキン島とは異なる。現在のマキン島の隣島で起きた戦闘である。以下、本校では、ブタリタリのことをマキンと呼ぶ。アデューシャン方面の戦いの終了、ソロモン方面での戦いの好転により、アメリカ海軍は1943年終わりには、中部太平洋への進攻が可能となった。そのため、 米国統合戦略委員会は1943年の初めから中部太平洋を西に向かって進撃することを計画していたのだが南太平洋最高司令官であるダグラス・マッカーサーはニューギニアからフィリピンに至るカートホイール作戦の実施を主張しこの計画に反対したためアメリカ陸軍とアメリカ海軍で意見が分かれた米国統合参謀本部は カートホイール作戦のみでは、日本軍に側面から脅かされると判断し、カートホイール作戦の実施とともに、中部太平洋への進行を決定する。この決定により、統合参謀本部は1943年7月20日、チェスター・ニミッツ太平洋艦隊司令長官に対し、11月15日頃に、ギルバート諸島とナウル島を攻略し、 翌1944年の1月頃にマーシャル諸島を攻略するように加齢した。1943年8月21日から8月24日の間にはカナダのケベックでアメリカ合衆国、イギリス、カナダ、フランスの4カ国が会談し、この会談により中部太平洋への進行作戦の具体案が決定した。それは占領した島を拠点として、 次の島を攻略し、日本本土へ迫るというものであった。ギルバート諸島への攻撃は、この計画の最初のステップであった。一方、日本軍は、大野海戦直後に、マキンを無欠占領して、以来、守備隊は、約70名しか置いていなかった。この守備体制を見直すきっかけとなったのは、1942年8月17日に、221名の、 アメリカ海兵隊が2隻の潜水艦でマキンに上陸したマキン奇襲事件だった。当時のマキンには海軍陸戦隊64名など73名の日本軍がいたが戦闘で壊滅した。日本軍の救援部隊が到着する前にアメリカ軍は引き上げてしまった。この失態は日本軍にギルバート諸島の戦略的な重要性を気づかせることとなり日本軍は 島の防備強化を開始した。それにより、横須賀第六特別陸戦隊などが発日本軍の主力は、タラワに配置され、マキンには市川中尉の指揮する、文献隊と水上基地が置かれた。アメリカ軍支援艦隊については、ガルバニック作戦戦闘序列を参照。マキンに放置されていた二式大帝の残骸を見つめる、アメリカ兵1943年11月10日。 レーモンド・スプルーアンス中将式の進行部隊は、ハワイの真珠湾を出撃した。マキンに空襲が始められたのは11月19日で、初日は、基地航空隊の B-24 が1機、来襲しただけであったが、翌11月20日午前3時15分に、カサブランカ級航空母管理スカムベー、コーラル C、コレヒドールの計算席からなる。 第52.3任務軍の関西機約40機が来週した。その後も午前7時25分に第2波94機、午前8時40分第3波30機、午後0時、第4波58機、午後0時28分第5波40機、午後4時35分、第6波17機と第52.3任務軍は関西機による空襲を繰り返した。この日の空襲で、 日本軍守備隊に100名ほどの死傷者が出たため、午後5時頃に、島中央部の桟橋付近の陣地と島西部のキング、ハトバ、オンチョンハトバの陣地を放棄した。翌21日午前2時45分に、戦艦ミシシッピやミネアポリスなどによる、艦砲射撃を開始した米軍は、午前5時30分に、第1大隊と第3大隊を西部海岸に上陸させた。上陸当初、 日本軍の抵抗を全く受けなかった米軍はそのまま南部海岸に進撃したのだが午前7時、島南端の浮屋ゴン岬に近づいた時に日本軍による砲撃に遭い、この攻撃に驚いた第1大隊と第3大隊は上陸地点まで交代した。午前7時40分、米軍は第2大隊を温町派飛ば付近に上陸させた。 これにより米軍は島の日本軍勢力を分断しようと試みたが、日本軍守備隊による激しい抵抗にあったため、海岸から一歩も前進することができなくなった。これ以降、上陸米軍は日本軍守備隊の少数での奇襲攻撃に悩まされることになる。しかし、この日の戦いで西海岸から上陸した部隊は西部陣地付近まで進出し、 艦砲射撃と空襲により浮アゴンの砲台は破壊された。浮アゴンの守備兵は数名が米軍の包囲網の脱出に成功しただは全員玉砕した。夜になり日本軍の陸戦隊の一個分隊は敵を牽制すべく陣地を脱出した。牽制隊は北と南から陣地に迫っていた米軍部隊に対して中間から双方に射撃を加えそのまま撤退した。 このため、米軍部隊は、第1大隊、第3大隊と、第2大隊で同種打ちを演じることとなった。この暇に、日本軍守備隊は、西部陣地を脱出し、米軍上陸地点の中央部を迂回して、東部陣地に集結した。翌22日、日本軍との接近戦を好まなかった米軍は、日本軍の東部陣地に対して1日中、空襲と修復した。 ウキアゴン砲台からの砲撃を加えた。この攻撃は夕方まで続けられ、日本軍守備隊で戦闘可能なものは30名ほどとなった。翌23日午前4時、残存守備隊30名は、米軍陣地に対して最後の黎明攻撃をかけることとなった。日本軍守備隊は、米軍陣地の50メートル手前まで接近するも、そこで発見され攻撃を受け、1名を除いて、 全員緑採した。この攻撃を最後にマキンの戦いは終結した。なお、翌24日と25日に日本軍はマキン島の地上部隊を狙って戦闘機体を攻撃に送ったがアメリカ軍機動部隊が発進させた戦闘機に阻止されていずれも敗退した。アメリカ軍の護衛空母ディスカム米はこの作戦中11月24日に 日本の潜水艦2 1 7 5の魚雷攻撃により失われ、マキン島の陸上船の死傷者を大きく上回る損害を出した。作戦中に2 1 7 5の雷撃で沈没した護衛空ボリスカム米ミッツの太平洋海戦士では、アメリカ側の圧倒的に優勢な兵力にもかかわらず、1日で終わる予定のマキン島攻略に4日もしたことについて、 マキン島の陸上戦を担った陸軍を次のように批判している。攻略作戦が予定通り進捗しなかった原因は、切烈な指揮と長期にわたりハワイの警備任務につき、初めて実戦に参加した第27師団の誤った教育によるものであった。年を取った将校たちは、第1次世界大戦の大陸型の戦闘様式で師団を非現実的に訓練した。 この戦闘方法というのは、部隊は味方の弾幕下に悠々と組織的に前進し、敵の戦闘力が味方の砲撃によって、粉砕されるまでは前進しないというものである。こうした戦法は迅速な勝利こそ、支援に任ずる艦隊を自由にするものであるという、当初作戦には適しなかった。経験に乏しく、訓練の不適当な点から見れば、上陸した連隊の各部隊が、 数名の敵素撃兵、または一二丁の機獣のために数時間にわたりその前身を阻まれ、あるいは動く者、恩を立てる者には何にでも神経過敏になって射撃し、夜間にその陣地を放棄したことは、あえて驚くに足らない。陸軍第27師団はサイパン攻略にも参加したが、この時もその戦いぶりが問題になり、師団長が更迭されている。 ありがとうございます。